今日は何のトレーニング？肩です。はい。肩です。これはどこ狙いのトレーニングですか？肩の後ろです。もっと喋ってくれる。後ろです。お、まあプルダウン使って、うん、そう、背中で引かないで肩で引く。はい。肩後ろだけ使って引く。リア狙い。はい。はい。背中は使う。わかりました。腕も使う。上腕を内旋させて、ちょっと上目、リアの裏、上目にちょっと当てて、上腕で操作する感じ。これの狙いは一緒です。リアの後ろです。もう徹底してそこが弱いんで外に、うん、で上腕内旋させることによって、うん、まあ、肩甲骨が意識しなくても寄らないから遠くこっち、うん、まあ、まずまっすぐ引いちゃってやっぱ寄りやすいんで外に乗せてあくまで肩だけ、はい、こうやってそのドリアクスに戻っていく感じ。ちょっと回して。ここに。で、こんなことだったらこの辺に。ここに入最初にサイドレーズやっててさ、うん、こうやってこっちはガチャって間違えてるよって言われる、こっちからですよ、うん、その間違ってるやつ、うん、山岸さんもよく言ってるじゃん、うん、間違えたらもうこっちで上げちゃってていいよって、その間違えてるやつをわざと分かってやるやつ、うん、
ちょっと外側に。そう。こっち側にいなさい。こっち側。サイド側。うわ。スーパーセットとか入れるんだね。これは最後ちょっと軽いの軽いので、うん、ハイレプスハイレプスでもうパンパン。何種目ぐらい詰めてんの？何セットぐらい？10ぐらい。あとは10種目。30セットぐらい。そう、うん、全部入る。肩は15以上。肩はで、プレスだけマックスだけ10とかで、うん、でも結局最後ドロップして合計40ぐらいになるぐらいや、うん、落としたとして最小限が外さない範囲の重さどうもマックス、うん、それは絶対外してでも重いのは やらない。めっちゃはしない。こんにちは、Dさんです。この2人はですね、実はそのトレーニングパートナーとして普段一緒にトレーニングをしていたりとか、パーソナルトレーニングをする場所とかも同じで、まあ、結構お互いを高め合う仲なんですけれども、今日はこの2人に今年の総集編というか振り返るような感じと、あとですね、最近、まあ、フィットネスチームみたいな感じでチームを組んでトレーニングをしたりとか
あと大会のサポートをし合ったりするっていうのもですね、流行ったりはしているんですよね。で、それの一番最初僕が知っている先駆者っていうのは、ナバジャパンの会長をしているフィルモアさんが、トリプル XL というチームを作って、お互いを高め合うみたいな感じでやっていたので、まあその中に孝太郎も入っていて、チームトレーニングの重要性とか、そういうこととかも聞いていきたいと思います。孝太郎は、はい、中にもクラシックフィジークっていう部門があると思うんですけど、まあそれにもともと出る予定だったんですが、世界的な情勢で、まあ、出れなかったっていう面があったんですけど、まあ今年振り返ってみてどうでしたか？クラシックモデルっていうものになるんですけど、ナバは今まで日本人が取れたことがないっていうカテゴリーになっていたので、まあ今日でもクラシックフィジークを FWJ さんのデータさせていただいたんですけど、今年こそっていうことで一応ファイナルなんで9月ぐらいですか、準備して1年間やってきたんですけど、やっぱりまた無理で、僕としてはこう煮え切らない感じで終わったかなっていう、もう初めてですかね、ほんと一番最初の新人の時以来かな、大会に初めて出なかった、全く出なかった年になりましたね。孝太郎の場合はやっぱりまだ印象としてはスポーツモデルの人っていう印象が強いと思うんですけど、カテゴリーは変わったの？孝太郎は IFBB のプロクオリファイに出て、でそれでクラシックフィジークでカテゴリー優勝して、でその時からカテゴリーは変えたような感じ？そうですね、その年からはもうクラシックの体作りと食事内容に、まあ、全て変更して取り組んできましたね。生で出れないっていう時に、うん、団体変えてじゃあ IFBB のプロクオリファイに出ようかなっていう感じにはちょっとならなかった。迷ったけど、生でやり残したことがない状態で出たいんですよね。生でやり残したことがまだ僕の中であるから、コーチとも相談して、まあ来年までは、まあ、待とうかなと。もしまあ今すごい状態が悪いですけど、来年もしまた出れなかったらそこでもう一回考えようかな。で、岡田君は今年はビーフ佐々木に出て、はい、今年のビーフ佐々木有名どころで言うとやっぱりあざみさんとかも出られてたり、はい、ワード佐藤さんとかも出てたと思うんですけれども、はい、今年のビーフ佐々木はどうでした？まあ、自分ももともと孝太郎さんと一緒に9月のナバーを目指してたんですよね最初。あ、そうなんですか？そうです、でコロナの関係で出れないってなって、日本で出るならもうビーフしかないかなって思ったんで、まあ、一番でかい大会ですし名誉な大会なんで、そこで出たって感じなんですけど、まあ、仕上がりとしてはちょっと不完全燃焼ではないんですけど、まだいけたかなみたいな、ちょっと自分の中で甘かったのかなとは思ってます。だから完全に自分でよっしゃ絶対勝ったっていう感じの優勝ではなかったです。2020年からちょっとインプループしたものっていうのはあるんですか？結局バランス勝負じゃないですか、うん、なんでそれをよりこうフィジークとしてのバランスにやっぱ近づくようなトレーニングをしたって感じです。では体のバランスをちょっと変えていったって感じですね、うん、はい、それこそ3年前とかは背中が弱点みたいな部分があったと思うんですけど、まあ、そこは改善は図りにしてたんですか？そうですね、やっぱもうずっと背中は僕の中での課題だったので、まあ、多少はまだこう改善するところいっぱいあるんですけど、背中は一番取り組んだですね、ちゃんと。トレーニングの考え方もそうですし、トレーニングのメニューもそうですし、当て方だったりとか、例えば今までワードラインを作るとか、真ん中、総合のラインを作るとかだけだったんですけど、そこに、まあ、高さの問題が出てきたり、まあ、下背だけとか、いろいろ細かくこう分り分けをしていったって感じです。基本的には背中のトレーニングは週1。週、僕は弱いの2やってます。それは上背の日とか背の日に分けてるんですか？の分け方の時もあったりしたんですけど、まあ、体のバランスが変わってくればそのバランスも変わってくるんです。で、まあ、そういう中で2人はよくその合トレみたいなことをしてると思うんですけど、大会出る時もバックステージで、まあ、サポートとか入ったりとかしているんですけれども、何がきっかけでそういう風な感じだったんですか？一回その岡田くんが韓国の試合に出る時にたまたま僕とホテルが一緒だったんですよ、まだ他人の時その時にそのフィルモアさんとかも出るっていうので、僕はそれの付き添いで行ったんですよね、はい、そしたらその日のその韓国のホテルの宿が部屋が2人部屋なんですけど、はい、岡田君っていう子と一緒だからって言われて、そしたら岡田君が来たんですよ。そこが初対面で、それ何年前？2017とかですかね。でも実際はその前の SSA の大会で僕は見てるんですよ。で2位だったんですけど、 SSA のフィジーク？フィジークですかね。そう、はい、知っててたけど、まあそれで終わりで、うん、その後に部屋
この子だよって言われたら、おお、あの子じゃんって。そこが初めての子だけど、で、SSN にいいの子じゃんってなった。で、そこから、ゴートレするようになったの。そこで、まあ、仲良くなってっていうか、はい、距離縮まるじゃないですか。はいはい、まあ、部屋も一緒になるんでね。蓋、はい、開けてみたら、家も近かったんだっけ。そうです。まあ、じゃあ、今度一緒にトレーニングしようか、みたいな感じからスタートかな。僕は、フィットネスの人と、今までつるんだことがなくて、はい、まあ、かっこよく言えば一品業界みたいな感じで一人でずっとやってたんで、はい、初めてだったんで、はい、あ、こういう感じいいなっていうのは覚えてます、うん、なんか一緒に合同トレしたりとかで学ぶことも多かったんで、あ、いいなって思ったっす。合同トレーニングをよくしてて思うのは、重量とかってどっちの重量に合わせてやるとかっていうのはあるの？自分です。あ、岡田くんの重量に合わせて、あ、お互いのだからもう重量変えたりとか最初はね、ほんと最初の頃はね。でも結局、強いとこと弱いところが違ったりするから、はい、特に俺は後輩より軽いのをやりたくないじゃん。だから、いや、できるし、みたいな感じで合わせるじゃん。うん、で、岡田君も、いや、俺もやりますみたいな感じで、まあ、根性あるからついてくるじゃん。で、やって、徐々に徐々に、今3年目ぐらい。3、4年目ですね。で、今はもう一緒。もう全然変えない。基本的に怪我とかしてない限りは、もう変えないで、全部同じ。僕の中で潜在的にじゃないけど根性ある後輩みたいのを探してたんですよ。お客さんとかじゃなくてこう可愛がれる後輩でめちゃめちゃついてこれる気合で、うん、探してたとこが多分あって、なん、うん、でかっていうと俺が負けれないから、いつも見られるっていうか、それが私好きなんですよ基本的にはド S なんですけど、ド M じゃないですか。いや、そこも S なんです。自分によくそうとかド M って言われるんだけど、そこも S なんですよ。俺に対して S っていうか、お前やれんのみたいな。そこで恥かかないでやれんの。なるほど、ね。のが、そう。で、すごい、俺と違う知識をいっぱい持ってる人だから、うん、俺、同じ人いらないんですよ、俺と。全然学んできたことが違うし、先生も違うから、うん、で団体も違ったじゃん。だから全部が、なんか美味しかったんですよ、俺の中で。美味しいやつ来たなんだよ。で、俺が負けれないじゃん。そう。で、ついてくるじゃん。こっちも上げていかなきゃいけないじゃん。っていうので、あ、これはいい関係性を築けるなっていうか、お互い逆境しないっていうか、ものすごい多分信じられないぐらい多分、ボリュームが多いと思う、多分。珍しいね、その孝太郎が、そういう風な人に出会えたのが。なんかこう、1、2回やって、あ、ちょっとあんまり合わないなっていう感じではなかったんですよ、最初に。うん。まあ、岡田くんがね、多分ね、おじさんなんですよ同い年ぐらいとか俺の方がちょっと上ぐらいによく見られるんですよ、うん、10個離れてるんだけど、うん、でもね、落ち着きが半端じゃないんですよ彼。いや、それは確かにすごい。血液 O です。 O 型なんですよ、うん、で、俺 B なんですよ、うん、B のド B と O が来たから、うん、合わせれるんですよ彼が。それもで、めちゃくちゃ大人だから、うん、なんだ俺より大人だから、うん、俺がだっていつもガチャガチャしてて彼が落ち着いてなんか冷静に見てるから。バランス取れるんだ。バランスが取れてるだからこれが本当に子供みたいな10個下だったら俺は無理だけど、俺が子供だからね、うん、だけど彼がそうだから、うん、あった、うん、だから探してた感じに近いっていうか、で俺も負けれないじゃん。確かに今日のそのトレーニングを見ると結構そのトレーニングのメニューみたいなのは孝太郎のメニューに合わせてやってる。一応話して、で今はもっと変わったんですよ。やんなきゃいけないところが、背中一つ取っても、肩取っても、胸取っても、同じメニューなんだけど、当てるところが結構違うのが増えてきて、一応聞く。これやるけどどうするみたいな。岡田君変えるみたいな。あ、じゃあ僕こっちにちょっと変えます。とか。同じとこなんだけど、高さちょっと変えたりする。今もうさらにだから細かくなっちゃって、お互い。で、やっぱクラシックとフィジークだから、足は基本的にも同じことやるけど、俺に合わせてくれるけど、フィジークとクラシックの上半身ちょっと違うから、1個取ってもちょっと変える。でもベースはまあ孝太郎さんが誘導してってくれて、そこにまあ僕がついてきますみたいな。岡田くんは初めて孝太郎と出会った時どうだった？怖かった？はい違うんですよ、僕はずっと SNS で見た人で、はい、最初からまあ怖いイメージ持たれるじゃないですか、はい、僕もその一人だったんですよ、はい、でその韓国行った時に最初僕一人部屋だったんですよ、はいはいはい、一人でこの部屋使いますってなって、なんかフィルマさんっていう方が来るらしいと、はい、あ、知ってます知ってますみたいな。でそのサポートにいらっしゃって、で部屋がないと、僕は一緒でいいって言われたんですよ。え、みたいな、直
超怖いんですけどみたいな。で、もう、はい、わかりましたって言ったのが最初です。だから最初は、ちゃんとお会いしてお話するまではもうめちゃめちゃ怖かったです。空港で待ってたんですよね、着くのを。で、ずっとビビってます。もう足が手震えちゃってみたいな。絶対ですね。ほんとですよ、ほんとです。最初はでもほんと怖かったです。けど、このタレはもうあれだよね。もう見た目の通りの人でしょ。そうですね、もうなんかもうそのまま真っ直ぐの人なんで、嘘がない人なんで。多分わかんないから。でそのコートトレーニングをこう結構やっていて、プラスに感じたコートっていうのは結構ありますか？いや、もう学びが多いです。僕はなんか逆に一緒にやってもいいのかなって思うぐらい、やっぱ教えてもらえることが多いし、よく先輩とかって言葉で言うんですけど、行動で示せない人いるじゃないですか、はい、口だけの人って、はい、でも、まあ、それこそ減量の時とかってすごくそういうのが見えたんですけど、言ったことをちゃんと自分の背中でこう行動で見せてくれる人なんで、やる気がすごく出ますよね。減量の時は特に助かるよね、まあ、やっぱさ、折れそうな時もあるじゃん。重量を下げないっていうのが基本だから、やっぱりバルクの時よりはレップ数が、重量は絶対落とさないけど、レップ数はやっぱり 2,3 落ちるじゃん、はい、その時やっぱ岡田君がいてくれるから、怖がらずにやっぱりそれを思いっきりできるよね、うん、まあ、インスタにも書いたけど、やっぱりもうあうんの呼吸ができてるから、補助しすぎたりされるのよ。気使われるじゃん、普通、うん、だからめちゃくちゃ補助されるの普通じゃなくて、もういい感じに抜いてきやがるからギリギリの感じにしてくる。うまいんだ、そこ。そうだからやっぱりそれはもうあうんの呼吸で、お互いギリギリを攻めれるから、だからやっぱ岡田君が出るこなんかビーフの時もそうだけど、まあ、パンプやると多分他の人よりやっぱそこは呼吸合わせれるし、あ、ここは俺やんなくていいなとかさ、ここは岡田君自分で行く系だなとかさ、あ、ここ俺入った方がいい系だなとか分かるし、それはやっぱりそのさらに勝つ確率を上げてきてると思うから、だから2人でナバも出てやり合えるっていうかさ、現場でもちゃんとパンプし合える感じで準備してたから、今年もね、うん、そこはやっぱ他とちょっと違うから、ただのゴートレっていうか、まあ一心同体の感じでいった方がさ絶対確率上がるじゃん。相手はものすごく強いから、そう、それをなんか赤の他人に任すとか、ちょっと仲いい人にちょっとパンプ手伝ってよとか、そんな感じで勝てるとこじゃないっていうか、まあ、それだったらバックステージとかも入らないでほしいよね、一人でやる。そうそうそう、一人でいいんですよ、別にいらないでしょ、うん、そう、だからやっぱ岡田君だったらとか、そういうのはやっぱあるタイミング、呼吸が合うから。めちゃくちゃ信頼してるね。だからそろそろお正月だしさ、うん、お餅つきな感じわかる？いい感じの岡田君がこう水じゃん。なるほどね、あ、なるほどね。そうそう、普通のやつだったら、いや、怖いじゃん。ちょっと怖いじゃん。怖くないの。そういうことか。お餅つきな感じ。まあ、今年もう終わるじゃないですか。そうですね。来年、これどうするんだと、結構気になってる人いると思うんですよ。特に岡田くんは、まあ、ビーフ佐々木、まあ、2連覇して、はい、IFBB プロには一番近いんじゃないかと思ってる方が多いと思います。2022年は、どういう目標を立ててますか？今考えてるのは、まずやっぱ今ちょっと中に僕も興味を持っていて、はい、で先ほど孝太郎さんが言ったように IBB を取ってしまうともう中出れないってなってるんで、うん、まず最初にナバオのコリアのフィジークのプロを取りたいっていうモチベーションで今いて、それがまあ4月にナバコリアがあるので、これもコロナの情勢次第なんですけど、そこを今目標に、まあそこを出てコロナで行けなくても行けて出れても5月に IBB のプロクオリファイがあるんで、そこにも出ます、うん、だから理想としては4月ナバコリアプロ取って、それを捨てて5月 IBB を取れれば一番の理想です。そう、それでも OK なんだもんね、ナバはね。 OK ですよ、うん、ナバはもう自由な状態なんで。なるほど、けどナバのフィジークもやっぱり、あの韓国の大会僕やっぱりプロ戦見ましたけど、相当クオリティ高い選手、韓国はレベル高いんで、うん、まあでもそこでやっぱ勝てないと、まあ、IBB 取ってももう取れないと思うんで、うん、どっち負けてもどっちも取れないと思うんで、まあ、2022年は2つの団体のプロを取るって言います。なるほど、ね、俺はなんか陰でナバルートって呼んでるんですけど、だからナバでこうプロになってナバの試合でチャンピオンになったりとかして、何にもやることがなくなった人が IFBB のプロクオリファイ行ってすぐチャンピオンになってオリンピアに行くみたいな人が結構多いんで、ナバって相当その経験値が高い選手が多いと思うんですよね。まあ、そこで来年はとりあえずプロになると。もうコロナとか関係なかったら4月ナバで5月 IBB で、孝太郎はじゃあその4月のナバコリア。そうですね、さっき岡田君も言った通り、まあ、本当コロナ次第、うん、
になりますけどね。そこで日本人初のクラシックモデルのプロをまず取る。そこにしか今は興味がないっていうか、それはもう僕は夢があって、はい、その生ジャパンには今クラシックのカテゴリーがないんですよ。男子がね、スポーツモデルかボディービルかって、今やっぱり FWJ さんとかでもものすごいクラシックフィジークの参加人数だったでしょ。僕はその先輩たちにもよく言ってるんですけど、絶対今のスポーツモデルの若い子たちが日本のボディービルを絶対に変えてくれると思ってるんですよね。もっともっと世界で通用するボディービルダーが僕は絶対スポーツモデルから出ると思ってるんですよ。足もちゃんとやってるし、まあ太さだけじゃなくてね、クオリティにこだわった今若い子たちのために、そのいきなりボディービルってなるとやっぱりちょっと敷居が高すぎるというかでかすぎる、うん、その間にやっぱクラシックっていうものを作ってあげたいんですよね、僕がいなくなる前に。それをなるべくやってから僕は IFBB に行きたいっていうか、てか IFBB プロのクラシックフィジークになれる人っていっぱいいると思うんですよ。強い人って、まあ、日本にいっぱいいると思うんですよね。だけど生でクラシックモデルを作れる人っていうのは僕いないと思うんですよね。だからそこはやっぱりナバコリアのスポーツモデルを一応やらせていただいてる僕経由でやっぱりそこはやらせてもらって、今の若い子たちにある程度道を作りたいというか、僕も年齢もある程度いってるんで、 それをやってからいつでもチャレンジできるから、なるべくそのクラシックを向こうで取って持っていきたいんですね、こっち。それがちょっと一つ夢があるので僕の中で、願わくばまあ難しいと思うんですけど、今年の9月にクラシックを創設したい。生ジャパンで、そう、もうスポーツモデルでも大きい子たち出てきてるから、まあ、見たことあると思うけど、もう結構デカめの子たちが出てきて、もう生まれてきてるんですよ行き場がなくなっちゃうんですよね、うん、やっぱり。そうするとやっぱナバのからじゃあ別の団体にってな、まあナバは別のこと言ってもいいんですけど、他がそうじゃなかったりもするから、その子たちに道を作りたいっていうのが一番。あんまなんか自分のために取りたいって思ってない、初めて。自分のためになるのはもう40歳ぐらいでいいかなって思ってる。後輩思いだね。後輩思いっていうか、いや絶対必要なんですよ、そこは絶対必要なんですよ。いやけど素晴らしいと思う。そう、やっぱスポーツモデルの子たちが僕は絶対底上げをしてくれるって信じてるから、もちろん FWJ さんのクラシックフィジークでもいいし、 JBB のクラシックフィジークでもいいし、どこでもいいんですけど、その名場にもあるよってしておきたいだけ、そのためだけで、やってきたらもう別に僕はもう若い子に任せて IFBB 行けるから。とただコロナで無理だったらさすがに2年連続出ないっていうのは俺の中では結構ないから、葛藤して出る可能性もある。はい、ということで、今日はですね、ナバプロの、コウタロウとリーサ崎クラシックオーバーオールチャンピオンの岡田君にお話を聞きました。ありがとうございました。ありがとうございました。Bias, they all liars. I should get an A for effort. I'm too tired, but I'm never giving up. That's why I'm kinda admired. Role model, like it or not, I gotta play it. Sugarcoat the rhyme sometimes, but still say it. Said I was quitting at 40 is just a fib. I'm still a kid that's wiping the food off of my bib. You ever wanted something so bad that you could taste it? Cried over every opportunity wasted. Good and bad news, which one you want first? Either way you pick the bad, still gonna hurt you the worst. I never got to bask in the fruits of the labor. And I never got the cash from that dude from the label. I'm just thinking back.